しゃあ、明けましておはようございます。おかしい、明けましておはようございます。おかしいんじゃない、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。ということで、二人で今しくじきかけたけどご縁を求めまして、そう、今年は、今年のテーマはご縁で行こうと思ってるんですよ。ご縁、うん、でご縁で行こうと思うんで、まあ一発目に、正月一発目に、今日1月1日、今2時ごろやねんけど、とりあえずご縁を求めて、ご縁焼き泉佐野翼通り商店街ご縁焼きを食べに行こうと思います。こういつもガランとしてる翼通り商店街なんやけど、今日はまあまあ人がおる。もう普通の時でもこれぐらいの人になってくれたらいいよね。ほら、まあまあ人おるね。ちょっと今日は泉さんへ行きます。ご縁焼きを求めて。4本やったっけ、うん、これでもいいな、めちゃめちゃ目立つな、うん、あ、ここで売ってたんや。へえー、いいね。さあ、いっ、泣かすといっぱい大繁盛やなあ。超大繁盛してるやん。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。いやいやいや、めちゃめちゃ混んでますやん。今日はな、頑張ってよかったわ。もう散歩通りやけどな、やっぱり人通ったらな。うん、頑張ってんね。いや、ちょっと1月1日今年ご縁をっていうので、いや、嬉しいな、あれにしようと思って。ありがとう。もうでも無理ですよね。これ焼いて次またこれの20分ぐらいか、半ぐらい、半ぐらい。あ、全然皆さん行ってくるから。まあ行ってきてくれる。なんかほら、5、6、7、8個。8個、何焼いとこう。もう全部こしあんで。全部こしあん、はい。はい。わかりました。焼いとこは。はい、お願いします。ゆっくり行ってきて。皆さん行ってきますわ。落花生も食べて、食べて。落花生、うちな、もうあの、秋に落花生収穫して、今度雑煮大根とかしてて、もうめちゃくちゃ忙しかったんや。へぇー。こんなんしてんね、もう農業と兼業で。ほんまにな。あれやこれやで稼ごうと思って。皆さん行ってくるんで、はい、ありがとう、はい、お願いします、はい、じゃあ逆、あとポン菓子もやってんねん。そうなんや。ただポンって言うと、もうすぐ行く、ポンって言う。はい、また行ってきます。とりあえず泉さんでもらった落花生を、割らなあかんでな、割って食べたいと思います。落花生どう？食べた？落花生でこれ皮ごといけるん？いや、皮めくった。あ、うまっ。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 いや、皮ごとでもいけんで、うまいで。うまっ。うまっ。こんなん自家製してんねや。よし、ほな、宮さん行こう。うん、え、どこや？これか。ドンピシャ。でで、よし、しゃ、向こうで開けよう、向こうで開けようぜ。でで、先僕から、うん、それ開けんといてや。でででで、でででで、
ビビビビン、ビビビビン。嫌がってるわ。やっぱ翻訳やからかな。第18番。ディン、ディン、ディン、ディン。え、どこに書いてるの？お、ちょっと待って。ほら。お、大吉？大吉。大吉じゃない？吉大？大吉？吉大？どっち？吉の大？吉の大。でもほら、相場、売れ、大利益あり。学問、安心して勉学せよ。商売、安心のは、うんうんよ。飽きない、なんとか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 。へぇ、いいんじゃない、うん、いいんじゃないこれって。うん、出産は出産は関係ないか。恋愛は将来幸福になる。やって、おやったね。恋愛は将来、ああ、さっき言ったやつか、うん、めっちゃいいやん。めっちゃいい。じゃあ友達、はい、ここでここで先上げてもらえて、はい、え、どっちなん。大吉やんなこれ、うん、吉大何？はい、え？キチ？キチ？何何何？なんで書いてるの？願い事を2つの願い一度に叶うよって。縁とすれ待ち人来る林、失うものを近いところにあり出る。旅人じゃ旅立ち触りなし。商売、基地、まだ大きな利益なし。学問、努力すればよろし。恋愛は恋愛、縁談、縁談か、恋愛、思い通りにならぬ、はい、やったー、これ大吉やと思う。基地、大、大吉やと思うでしたー。何が役ですな、もう役払ったな、うん、しゃー、くる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 、車来る。オッケー、拝み割り完了。あれ大吉じゃないね、吉大やね、絶対大吉じゃないと思う。まあでも、もう大吉だと信じ込もう。よし、いける。ここの泉佐野春日神社、春日神社でお参り完了です。基地の男、基地大の男まあまあまあ、そういう感じで一発目のおみくじは完了でございます。さあ、ご縁焼き鳥に行こっか。もう今年はほんまにご縁やからね。ご縁を大切に大切にしようと思う年になると思いますので。そう、なんかあれやったし、翻訳やったし、うん、しっかりやっていこう。昔の看板発見、佐野の商店街の。ちょっとここのおもろいなって、これボタン、ほら、エイト館っていうのかな、運命鑑定所運命鑑定されるらしい、ね、ブリキ屋からメシアから。昔はここの商店街もめちゃめちゃ繁盛しとったやん。ここほら26号線やもんな。ごっついほな、でかい商店街やったってことや。でもこのでかい商店街の中でもここが一番気になるな。運命鑑定所運命鑑定されるん。へえ。もう今年はご縁でいくで。今年はもう何かとご縁でいくで、ほんまに。ほんまにご縁でいくで、ご縁で。このご縁でいきます。ご縁焼きで。12時から15時。今月の営業はこんな感じですんで。でさ、ぜひここのお店に来たら、これを見てほしいな。この上り。泉さん。わちゃわちゃか。笑う。ね、こ
これを見てもらいたいなと思います。5本あるんで。林パ花店、あのカッコにもちゃんとパンの丸ある。林パ花店、へえ、かっこええやお腹もハートもポッカポカ。五円焼き、パンチアートの植物、南海ウィンバスターのイラストを入れたカレンダーで、え、500円やったんや。イチョウの森夫婦にて販売して、イチョウの森夫婦のバスは、あ、インスタもあるで、ネズナ、カレンダー、あ、こんな感じなんや。ほら2023、あ、めちゃめちゃいいやん、手作りのバスのカレンダー。あ、これがあれやな、もうお正月感満載やな。めちゃめちゃお正月感満載。めっちゃうまい。あったかい。本格もやってるってこと？あの機械か。ピン大変。めちゃめちゃうまいで、これマジで。やばいマジうまい。私もネギバイトしようかなキュウリは五円焼きとポン菓子ありがとうございます。またお願いします。はい、ありがとうございます。五円に感謝で、ま、今年五円で行きます。ありがとうございます。今日だいぶ忙しいな。だいぶバタバタしてました。でももっとバタバタしてほしいな。ご円焼き、それ何個？3個？3個、それ3個、こっち5個、こっちじゃあ持って帰ろう。じゃあ1個ちょうだい、もう食べながら帰ろうよ、はい、せっかくなんで。はい、ちょっとあたたたはい、あかんで、出来たてやで。はい、五円焼き、これぞ五円焼き。これ1個150円なんで、めちゃめちゃ安いから。はい、今年のスローガンは、五円に感謝、五円と愛でいきたいと思います。いただきます。あったやつうるさいんやけど。ずっと後ろで、熱い。はい、まだ奇襲回答歩かなあかんで。この涼しいうちにいただきます。五円焼き。まあ、生地ふわふわ、しっかりしたこしあん。めちゃめちゃうまい。愛とご縁を体にぶち込んでる、今年は行きたいと思います。
マジ最高やで。あのやってる営業時間が12時から3時までなんで、12時3時、うん、で月か木金やったかな、うん、なんで、まあぜひ一度、これほんま150円から、ほら合ってるで、いろ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 商売してる。ポン菓子もあった、ポン菓子、うん、夏菓子のポン菓子もうまいから、ぜひ一度行ってみてください。それでは今年もどうぞよろしくお願いいたします。そしてわちゃわちゃ会メンバーともおきですが、わちゃわちゃ会の方の動画もよろしくお願いいたします。ではさようなら、おおきに、さようなら、小指立ってます。